はい、こんばんはです。はい、ここからスタートつ ってもこのまま上げますけど、全国にですね7人ぐらいに増えたと言われている、居住練習班の皆様、どうもこんばんはです。今日は居住練習やりたいと思います。今日はですね、ちょっと40秒にしてみようかなと思ってますんでね、皆さんぜひ一緒にいかがでしょうかと。だいぶ麻酔取れたね。いやー、10年ぶりぐらいに歯医者行ってですね、今日虫歯の治療してもらったんですけど、かなり麻酔を効かせていただきました。久しぶりに痛かったですね。まあ麻酔したんでだいぶ楽でしたけどね。さあ、居住練習、もうおなじみ、だと思いますけど、重厚カバー外して、APS-3 はですね、まあ、グランドマスター使ってる方はね、まあ、空打ちしちゃってもいいと思うんですけど、ここね、これだけで戻して引き金が落ちます。これで、ね、トリガーが落ちると。トリガーが落ちるとかね、トリガー引けますからね。で、視野が落ちる。ストライカーが連動して、こういう風になるということになってますんで、これを使ってですね、まあ、コッキング、上だけコッキングして、あとは普通に構えて、普通に、ほんと同じ、ブルサイズの時と同じように構えて、40秒。で、トリガー指かけて、視野が落ちる寸前まで持ってきておいてくださいね。このまま40秒、じっとしてると。で、40秒やったら40秒休むというものをですね、10回繰り返すという練習方法です。おいおいまたいろいろ説明していきたいと思いますが、まずは皆さんご一緒に、行ってみましょう。居住練習。はい、では40秒ね。1回目いきます。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。いやー、10秒長くなるだけでもすごい長く感じる。はい、終わったらね、セーフティーを変えて15回押してくださいね。これをですね、まああと9回やるわけですね。スタンスも同じようにして、同じように、試合で打つときと同じように構えてくださいね。いやー、でもおいおい説明していくと言ったことはですね、いろいろあるんですけど、まずこれ基本的に40秒試合でずっと止めろって話ではなく、最初の15秒ぐらいはね、止まればもう引き金落としてるでしょうから、その15秒のための40秒だと思っていただけたら、思ってください。じゃあ2回目いきましょう。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。いやー、動くね、40秒やっぱり。で、最後、僕はトリガー落とします。で、トリガー落とす時もね、なるべくサイトアライメントをですね、動かさないようにして落とすということですね。で、この居住練習なんですけど、まず、まあ、当然、まあ、居住力、要するに、なるべくね、10点圏内ぐらいのところでね、うろうろするようにする、ための練習と。いうことです。まずはね、と言ってる間にあっという間に40秒。じゃあ3回目ね。はい、じゃあ3回目いきましょう。スタンバイ、レディー、ゴー。
いやーきついね、40秒ってこんなにきつかったの。はい、3回目終了。で、まあ、居住練習っていうのぐらいなんでね、当然居住力を鍛えるためのものなんですけど、まあもう一個ですね、このサイトピクチャーですね、いわゆるね、フロントサイトとリアサイトの関係で、これをとにかくね動かさないようにしたいんですよ。ですんで、そのサイトをね見続けるという狙い事のね練習っていうのをね、兼ねてやってるんですけど、なかなかうまくいかないんでね、練習はこれ本当効果あるのかどうかね疑問だっていう声もあると思うんですけど、まあとりあえずねやってみましょう。今度4回目ですね。はい、じゃあ行きます。スタンバイ、レディーゴー。はい、4回目終了しましたね。時間はまだ大丈夫。なんか言おうと思ったことあったんだよな、あとな。なんだっけかな。忘れちゃったな。あ、あとね、これ、トリガー指かけて、練習した方が、これ絶対いいと思います。トリガー指かけないとね、ピタッと止まるんだけどね、試合の時がね、やっぱどうしてもね、トリガー指持ってきて、膝持ってくるとね、ちょっとおかしくなっちゃうんですよね。僕は特にね。はい、じゃあ5回目いきましょう。はい、じゃあスタンバイ、レディーゴー。5回目終了。今ちょうど半分ですね。どうですか皆さん、結構きついですか。40秒、意外ときついですね。10秒増えるとこんなきつくなんだな。そういえばね、いよいよ本大会の受付が、もうあと2日か3日ぐらいじゃない、24日からなんで、ぜひですね、今年の本大会270行ったら嬉しいなということでね、去年がね240何人だったのね、ちょっと行くんじゃないかなと思ってるんですけどね。では6回目行ってみましょうの前に、では6回目行きます。スタンバイ、レディーゴー。はい、6回目終了ですね。そうね、意外とね、まだ本大会って7月14日なんで、受付まだだろうと思っちゃってるとね、意外と早いんですよ、受付開始と。で、24日に始まって、確か1ヶ月25日で締め切りだと思うんで、
忘れないようにしておいてくださいね。で、出るんでしたらもう早めにエントリーしちゃってくださいね。そうするとね、協会さんの方もね、何かと助かると思うんで、早めのエントリーをお願いします。はい、では続いて7回目いきましょう。スタンバイレディーゴー。うわぁ、瞳がすげえ引き揺れしちゃった。7回目終了ですね。8、9、10、あと3回ですよ。皆さん頑張りましょうね。本大会はそんな感じで。で、あと、なんだ。あ、今週ね、うちね、クラブマッチやるんですよ。28日の日曜日。ぜひですね、ご参加いただけたらなと思います。赤羽フロンティア3階のね、車上ですね。1000円かかるんですけど、商品は何も出ません。その試合出てね、なんか得るものがあったらね、それが商品って感じになるんですかね。かっこいいこと言うとね。はい、では8回目いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。綺麗に落とせたいわ。8回目終了。いよいよあと2回ですね。そうですね。で、今度74回目ですね。そこにね、貼ってあるんですけどね。平成最後のっていうことなんですね。クラブマッチ。で、クラブマッチ終わってからブルサイマッチっていうのをね、またやろうかと思ってですね。4月の8になるのかな。皆さんのご参加お待ちしております。はい、では続いて9回目。はい、行ってみましょう。はい、スタンバイレディーゴー。いやー、プル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 ドッグ。さて、いよいよ次で終わりですからね。これ一緒に居住練習やってる、7人ぐらいいると言われてる皆さん、頑張りましょうね。上位の人なんかはね、効果ないよっていう声もあるんですけど、これ始めたばっかの方はですね、ぜひやっていただきたい練習方法ですね。あとね、上手くなってからもね、ウォーミングアップ程度でね、ちょっとね、居住練習やるのもいいんじゃないでしょうかね。ぜひですね、続けていただけたらなと思うんですけど。さあ、次ね、いよいよ最後ですね。では、10回目いきましょう。スタンバイ、レディーゴー。
いやー疲れた、疲れちゃった最後。はい、終了です。皆さんお疲れ様でした。ではセーフティー書いてね、15カバーしてくださいね。ということでちょっと居住練習の動画撮ってみました。皆さんお疲れ様でした。いやーちょっとね、昨日と一昨日ね、ももいろクローバー Z のライブ見に行ってね、特に土曜日天気良かったんでね、野外だったんですよ。開けてるでしょちょっとね。宇奈月温泉駅ってとこね、黒部市の。いやーちょっと動画も撮ったんですけど、なんでしょう、やっぱね、いろいろね、運営の仕方みたいなのもね、ちょっとねすごい勉強になったとか、なったというか、ああなるほどなって思いましたね。大きくても小さくてもですね、やっぱやってることって基本的に一緒なんだなと思ってね。APS カップなんかもですね、最近というかもう、今やってる方はほとんど前のこと知らないと思うんですけど、昔はね全部ね運営の方がね玉拾ったりしてたんですね。でも今はね、いろいろ参加してる方がね、率先して掃除とかやってくれるんでね、やってくれるって、まあ僕が言うのはあれですけど、非常にスムーズに早く終わるんでね、やっぱね、そういうね、なんていうんですか、まあ、草の根の協力っていうのは非常に大事なんだなって、本当すごい思いましたね。まあ、こんな感じでちょっと、なんでこんな話してるのかよくわかんないけど、まあ、居住練習、また来週もちょっとまた40秒でやりたいんだけど、来週ってやってられるのか？まさに来週の月曜日29日、あ、微妙だな。まあちょっとなるべく週1で居住練習やっていきたいと思います。そんでね、ちょっとね、明日からまたね、普通に一周回ったりね、ブルザイマッチの方ね、あれもやっぱね、結構いい練習になると思うんですよね、自画自賛。2分間で5発10回打つという。まあ単純に数も打てるし、あとちょっとね、なんつうのかな。あれいい練習だと思うんですね。今更ながらちょっと最近気づきました。まあそんな感じでちょっと今日居住練習やってみました。皆さんお疲れ様でした。そうだ、ちなみに、まあ、こんな感じなんですよ、クラブマッチ。ここに貼ってたわけね、ずっと。で、上からまずずっと行って、で下になってずっと来て、ちょうど平成最後でここは埋まると。なんかジグソーパズルのね、ワンピースみたいな感じで、最後のピースみたいな感じですけど、ここで終わるんですね。何年からやってたんだろう。なんか懐かしいな、もうもはや。27年、28、29、30、31、まあ3年、4年ってとこですか。いやー、そうですか。はい、ということで今日はちょっと居住練習やってみました。で、居住練習だけやって上手くなるとは私も言いません。当然ね、トリガー引く練習とかね、そういうのと一緒にやってくださいね。あともちろんね、できるんだったら実写も、まあ家で打てない方はね、これと空打ち練習だけで全然十分だと思います。空打ちってやつね。はい、ということでご覧で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。